いや、先日ね、こちら、ポケモンキッズなんですけどね、アーマードミューズを買ってきてね、ポケモンキッズ数年ぶりだったね。何年ぶりかわかんないですけど、で、結構出来良かったんですよね。で、まあ、見るとはなしにコンビニ見てたら、ポケモンキッズが半額だったんです。で、さすがにね、ミュウツーとかミュウとか、こういうラインナップなんだけど、ミュウツーとかミュウとかなくて、まあどうしようかなと、サトシはあったよ。で、どうしようかなと思ってたんですけど、こちら、ピカチュウがね、2個あったんだよ。2個残ってるってことは、おそらくワンボックス仕入れて2個残ってるんじゃないかと。っていうことは、で、ね、っていうことはというか、なんで2個買ったかっていうと、こう、ピカチュウ2種類あるんですよね。で、1つが、コピー。なんですよね。こちらの、なんだ、耳の黒いところがこう、ギザってるのがコピー。ピントアイ。ピントアイ。よし。あれ？よし。こんな感じかな？なんですよね。で、もうシークレットもありますよ。コピーピカチュウ。シークレットとは書いてないのか。スペシャル一種って書いてあるね。うん。なんで、2つ買ってきた。どっち、ワンボックス仕入れてるはずだか、どちらかがシークレットじゃないかなと。どっち開ける？せーのだけようぜ。せーの、こっち。こっち？よし。下から開ける派ですからね、私たち。早速開封していきましょう。ギザってるの、ギザってるの、ギザってる。耳の黒いところは。まっすぐだ、ノーマル。どう？はい、来たー。来た。よし、これがあるのな。来た。やっぱりね。多分ワンボックス買ったら、ワンボックスって買ったらっていうか、ワンボックスでノーマルとシークレットは、シークレットスペシャルが揃うようになってるなってるんだと思うんでじゃあすっこっちをていう読みが当たったね。2個残っててよかった。うなので、こちらがノーマルね。ピカチュウが泣きよう。うん、涙流してるね。かわいそうね。ラストっていうか、ラスト近くのシーンだろうね。で、こっちはコピーか。耳がね、ギザってるね。うん、他に違いはないのか。うん、耳の彩色。あ、で、スペシャルの方は耳のこう黒いところはちょっと艶消しになってこうピカピカしてるね。艶ありね。はい。な感じ。よかったら2種類揃ったね、これでね。はい。っていう感じでした。アーマードミューズでガーンって。 はい、っていう感じで、うまいことね、シークレットスペシャルか。スペシャルが揃いましたと。はい。まだね、今後もポケモン関係取り上げていきますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。じゃあ、以上です。